日本が世界に誇るピアニスト、辻井伸行さん。2017年10月、辻井さんはパリのシャンゼリゼ劇場で公演を行いました。そして、公演後ショパンゆかりの地を巡ります。そこで、アンティークピアノの修復工場を訪れたのです。辻井さんは、19世紀に作られたピアノに触れ、そのピアノで実に見事な演奏を披露します。まず演奏したのは、ショパンのバラード第1番。
19世紀に作られ、ショパンが好んだとされるこのピアノは、現代のピアノと比べると、音はもちろん鍵盤を押した感触もだいぶ違うそうです。難易度が高いと言われている、ショパンのバラード第1番。そんな曲を19世紀のピアノで、こんなにも美しく奏でるには、一体どれほどの技術が必要になるのでしょうか。辻井さんの演奏をそばで聴いていた、アンティークピアノの修復を行う職人は、19世紀のピアノに慣れていないピアニストが、突然弾くのはとても難しいけど、このピアノ独特の癖をつかんで演奏していたので、とてもびっくりしたと話しています。辻井さんとショパンといえば、2010年に、有名ピアニスト兼指揮者のウラディーミル・アシュケナージ氏と、ドイツで初共演した時の楽曲も、ショパンのものでした。その後も、二人はたびたび共演し、交流を深めています。2016年10月には3日間にわたり、シドニーオペラハウスのコンサートホールで公演を行いました。アシュケナージ氏の指揮のもと、シドニー交響楽団と共に、辻井さんは、ベートーベンのピアノ協奏曲、第3番を演奏。2018年4月には、アイスランドのハルパコンサートホールにて、アシュケナージ氏を指揮者として、アイスランド交響楽団と共演しています。そこでは、ショパンのピアノ協奏曲、第2番などを演奏し、
観客を魅了しました。雲の上の存在と語るアシュケナージ氏との度重なる共演が辻井さんの素晴らしい演奏にさらに磨きをかけたことでしょう。また辻井さんは作曲家としても活躍されています。辻井さんの作る曲はどれも素晴らしいのですが、中でも注目したいのはそれでも生きてゆく。この曲は東日本大震災の被災者をもって辻井さんが震災の20日後アメリカでの公演中に即興で作り、アンコールで演奏した曲だそうです。悲しみの淵から希望へと向かっていくようなメロディーが多くの人の心を打ちました。日本が誇るピアニスト辻井伸行さん、これからも世界中で素晴らしい演奏を届けてくれることでしょう。